待て、奈々様、奈々様、出てはなりません。危なございますよ。あの扉の秘密を知ってしまってから、誰かにこの扉を悪用されるのか心配で、毎日毎日稽古をして強くなることだけを考えている。おじゃ、おう。異世界に通じる扉があると聞いてここに来た。教えてもらおう。貴様ら、名は何という？わしの名は浮田直家。知るな。
だろう。この扉の向こうには何があると思う？